君はどこだろう。お誕生日おめでとうございますです。今日はとっても大切な日です。きっとみんなもご主人様に会いたいですから、今日だけ我慢で。え、私も一緒に行ってもいいですか？はい、一緒に行くです。大丈夫です、泣いてないです。だって起きたらご主人様がいなかったから。今度はちゃんと起こしてくださいです。ご主人様、お願いあるです。いっぱい、いっぱいなでなでしてほしいです。はい、もう怖くないです。ご主人様の手は怖くない、とっても優しい手。こんな優しいご主人様に拾ってもらえて、私は幸せ者です。まだちょっと人の手が怖い時あるです。ここには私をぶつ人いないって分かっているですけど、不思議です。ご主人様の手だけは怖くないです。本当にご主人様は不思議です。勝ったですか？本当に？精霊の加護です。ご主人様、大丈夫です。覚悟はできているです。どうぞ一思いに。え、だって私をお鍋に入れて食べるって、何のことって。お湯がいっぱいのお部屋で、確かお風呂っていう。ご主人様、お風呂のお時間ですよ。あったかお池でぷかぷかするです。ご主人様も一緒に泡でふわふわするです。今日はベルさんが作ってくれたお目目を守るかぶり物もあるです。さあ一緒に行くです。おかえりなさいです。ご主人様。じー、ご主人様がどっか行っちゃわないか見張っているです。だって少しでも離れたら帰ってこないかもしれないですから。それ以外のものずっと知らなかったです。でもご主人様に会って新しいものたくさん知ることできたです。優しいと幸せ。優しいご主人様に会えて私は今幸せです。
ご主人様は何も教えてくれなかったです。考えなくていい、ただ働けって。だから言葉も最初の頃は知らなくて、自分で学んでなんとか話せるようになったですけど、私の言葉おかしくないですか？お出かけですか、ご主人様。いってらっしゃいです。はい、ちゃんと待っているです。だってご主人様は必ず帰ってくるです。私を置き去りにしない。だからもう大丈夫です。でも早く帰ってきて欲しいです。ご主人様、私も一緒に行っちゃダメなところだって分かっているです。生理現象だから仕方ないって。だからせめて扉の前で待っていてもいいですか？待たれるの恥ずかしいからダメ？そんな。もっともっと頑張るです。ワンワンオーです。ご主人様の後をずっとずっとついていくです。前のご主人様にここで待っていろって言われたからずっと待っていたです。でも全然帰ってこなくて、だからご主人様、置いていくときはちゃんと言ってくださいです。じゃないと私いつまでも待ってしまうですから。ご主人様の周りには知らないものたくさんです。お布団に、お風呂に、おやつ、知らないことだらけですけど、みんなちゃんと教えてくれるから、その大好きです。ご主人様も大好きです。わ、私にです。ありがとうございます。です。あー、体が前よりフワワンに。ご主人様、私どうしたら。落ち着くです。 こういう時はワンワンオースペシャルです。ふぅ、よしです。ご主人様お帰りなさいです。よかった、捨てられたんじゃなかったですね。ここにお顔がとっても疲れたって言っているです。少し休むです。ご主人様が休んでいる間は私がちゃんと見張っているです。心配なしです。ワンワンオーです。お誕生日おめでとうございますです。今日はとっても大切な日です。きっとみんなもご主人様に会いたいですから、今日だけ我慢で。え、私も一緒に行ってもいいですか？はい、一緒に行くです。どうしてだろう、まだ止まってる。大丈夫です。泣いてないです。だって起きたら、ご主人様がいなかったから。今度はちゃんと起こしてくださいです。ご主人様、
お願いあるです。いっぱいいっぱいなでなでしてほしいです。はい、もう怖くないです。ご主人様の手は怖くない。とっても優しい手。こんな優しいご主人様に拾ってもらえて私は幸せ者です。まだちょっと人の手が怖い時あるです。ここには私をぶつ人いないって分かっているですけど。不思議です。ご主人様の手だけは怖くないです。本当にご主人様は不思議です。ここに来るのに迷子になったなら迎えに行くよ。ねえお願い、私の名前を呼んで。君はどこなの、会いたくて、すぐ抱きしめて。勝ったですか？加護です。ご主人様大丈夫です。覚悟はできているです。どうぞ人思いに。だって私をお鍋に入れて食べるって何のことって。お湯がいっぱいのお部屋で、確かお風呂っていう、ご主人様、お風呂のお時間ですよ。あったかお池でぷかぷかするです。ご主人様も一緒に泡でふわふわするです。今日はベルさんが作ってくれたお目目を守るかぶり物もあるです。さあ、一緒に行くです。お帰りなさいです。ご主人様、誰もいない。じー、ご主人様がどっか行っちゃわないか見張っているです。だって少しでも離れたら帰ってこないかもしれないですから。